皆さん、トイレッピーは済ませましたか？レッピーも今帰ってきたばっかりで、麻酔を打たれてしまって、こっちが麻痺してます。レッピーな？レッピーが持ってるクリアファイルと下敷きをみんなに見せる配信しまーす！第1弾目はこれ。これ、ランマ2分の1のカフェに行った時のクリアファイルですね。ヨッポパー、ヨッポパー、イーシャン。タリータキのタマちゃんとナミちゃんと、イガラシちゃんと、あの人力車の3人と、レッピーで行ったクリアファイルですね。君の手で、切り裂いて。これね、あの、ガンガン、私ガンガン子だったので、ハガレンのクリアファイル持ってます。遠くを見てるその眼差しが心の、これなんでしょう。これあれ、あのワンピースのあれですね、コラボですね。ちんたんちんたん、メンマ見つけた、見つかっちゃった。私の声さようなら、やつで、これ、あ、これ京都アニメーションのねクリアファイルだね。でも秋田の漫画美術館に行った時のねやつですよ。矢口先生にお会いして、矢口さん、これ今私も着てるやつ、あの島本和彦先生って、あのアニメ店長とかの島本、東村明子先生の最初の映画な、実写の映画になったやつですね。のねれなさんのやつです。かわいいね。浮き続けてどこまで行くの、空を飛ぶルルルル、負けた悔しさが震えるほどだけど、握り拳をほどいて。これ初期のね、少年ガンガンのパパくんね、これおまけでもらった一応さんだ、学校ソップを。今ねクリアファイルと下敷きの配信してるんですけれども、あ、今さっきメルヘンさん、あの見に来てくれました、ありがとうございます。そしてね、一丁さん、なんと私今さっき歯医者に行ってきてね、ここ麻酔打たれてあんまり舌が回っておりません。なんていうことでしょうか。それでもレッピーはめげずに配信を続けていきたいと思います。あ、見てください、これデュラララ池袋を舞台にしたやつですね。裏切りの夕焼けが、いざ焼く、しずちゃん。ポニョ似てる。あと、はい。ウォルトディズニー店行った時のウォルトディズニーの下地、あの、クリアファイルですね。あ、これも、これロッテリアの、あれですね、巨人の星の、やつですね。君が今僕を支えて、僕が今君を支える。これ、シンド、僕は君を待ってる。僕を追ってこい。トウヤ、俺はもうお前と歌ねえ。君の目に映るどんな時も見極めてみせるね。おい、人空だよ。ほらほら、あの人空のオープニング忘れちゃった。でん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 、ほら見て見て、いっぱいあるでしょ。これね、京都聖火漫画ミュージアムで行った時のやつかな。ほら、柳瀬隆もいるし、ほら009もいるし、これ服部くんもあるし、築地三平もあるし、サーティーもあるし、グルゴさんも、テラエもあるしね、あのね、竹宮恵子先生、あ、これ俺は鉄平とかね、いっぱいあるっしょ。これはこれお宝ですよ。あ、牧村先生もあるし、これはいいでしょ、お宝だよ。やろめもいるね。これも可愛いですよね。これも多分京都漫画誠司誠先生のね、可愛い高橋誠先生、今92歳かな。池宮恵子先生の書いた風と木の歌、あのこの BL の元祖みたいな。でも当時の BL はすごい、や、少女、あの、なんだろうか、文学的なものだから、そういうやましいやつではありません。あんまり初音ミクあんまり好きじゃないんだけど、あ、チョロマツ。あと、チョロマツが好きなんでね。
ヤッパパヤッパパインシャンテン、うちの天道道場イソロランマお会いにある、あかね殺す、ジブリ大博覧会ね、これね行きましたよ。でもクリアファイルね、ポーニョポーニョポーニョ、魚の子まんまるお腹の元気な子ペーた、戦わないパンは、戦わないパンはただのパンだ。さあ戦わないパンはただのパンですよ。もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけいいことだけ思い出す、パトロールに行ってきます。アンパンマン、アンパンマン、パンが焼けたわよ。あ、アンパンマン新しい顔よ、それトゥットゥルットゥルットゥ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 ルットゥルットゥットゥルットゥットゥ、元気100倍アンパンマン、懐かしい、バランスなキスを探して、あ、見てこれ、ヒエがね笑顔なの、これ貴重ですよね。桑原くん、すごい、ユウスケもこんな笑顔でね、とっても可愛い。ぶち壊す勇気とパワー抱いてくるの、あとこれもすごいよ、の下敷き、いやこれあのレッピーのお父さんがエニックス勤めてたんで、よくこういうエニックスグッズはもらったんですよね。金村有奈先生の、なんだこれ、なんだっけ、わかんない、なんでもらったんだっけな。夢の国を探す君の名を誰もが心に刻む、はい、奉仕演技、あ、ゆきさん、あ、ありがとう、レイブ歌ってる人と同じ歌手なんですよ。追いかける流れ星を今見つけられたら何を祈るだろう、旅立つ君がもしも悲しんでいたなら一緒に泣いてあげるから、無限大な夢を描こう、ダダ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 ダ、悪魔進化、悪魔進化。ワンピースのナミの下敷きレッピー持ってたんだけど、これのなんかおしゃれなルフィだけど、このナミのおしゃれな下敷きも東京アンダーグラウンドね、お姉ちゃんと共にハマってました。アーチフォーニューは人は皆溢れ出すハートだけは、スパイラル、あのスリーの絆、ガンガンのやつね、じゃじゃーん、スライムはこっちを見てる、桜のミネー先生、あ、はるみかわさん、あ、どうも、誰にも言えない夢の背中を追いかけて追いかけてくと、小さな頃には宝、これもなんか小学校、あなたをいつも夢に見て、ごらんあの子はいつでも少し風変わり、アホニューは目を開いて、ガンガン子だったので、里見発見で吉村夏樹先生のね下敷き持ってます、イエーイ。ハーメルのバイオリン弾き、これみんな知らないでしょう、ハーメルのバイオリン弾き、これガンガンのね、あの一番ガンガン見てたね、パプア君とハーミルンといっぱい見てたな、あと突撃パッパリ隊、突撃パッパラ隊とか見てた、あ、かわいい、ありがとう、あ、これメルヘンさん、メルヘンさんがいてくれたら、メルヘンさんいてくれたら歌ってくれるんだけど、これね、魔法陣ぐるぐるのニケとククリ、おいククリ、勇者様、おいククリ、キプリアー、あの遠藤博之先生のね、うち一番最初に買った漫画が多分ぐるぐるだと思います。きたきた親父もいるよ。ひだりひひだりひひだりだ。OK。幸は心情高く投げられた楽園、それがねね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 あの春が関智一さんだよね。で
関智一さんが言う春のエクスプロージョン。エクスプロージョン！レイヤーっすね。終わらない未来を目指して譲れない。セフィーロ、セフィーロはどうすんだ。僕たちがマジックナイトレイヤースだ。ルリック、これあのガンガン、やっぱガンガン持ってたんでね、やっぱもらうんですよ。あ、ガンガンつながりと、あ、スターオーシャン2ね、スタ、あのスターオーシャン2が、そうね、これは漫画か、漫画版かな、そうそう、アニメ、これスターオーシャン2アニメにもなったんですけど、レピーあのスターオーシャン好きで、2はよくハマりましたね。クロード・シー・ケニーとレオンとアシュトンとセリーヌとプリシスとレナと、今でも言える、あのプレステーションでね、やってました。1、2、3はうち、あのレピンチあります。じゃじゃーん、かわるくん、ゆずけ、ひえ、ゆずけ、ラピカ、おはようって言ってまた夢を見せて、ドゥレレレレレ、これハンターハンターね。だってクラピカが、クラピカとゴンが好きだったかもしれない、うん、妖怪ウォッチ、よーでる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 、妖怪出るけん出られんけん、よーでる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 、妖怪出るけん出られんけん、どーれどーれ仲間にどーれ。これもファンタジア、そうそうそう、見つけてよりー壊れかけた時、これはあのファンタジアっていう、テイルズオブファンタジアで一番最初の初期作品ですね。くれ、パンダパパンダコパンダトゥトゥトゥ、パンダパパンダコパンダトゥトゥ、パンダパパンダコパンダ、これなんだ、はじめの一歩、紙飛行機が飛んでゆくよ、明日にどうか間に合うようにずっと、あ、デンプシーロール、デンプシーロール、あの宮田くんが好きだった、宮田くんと一歩の一宮っていう BL が好きだった、今も好き、今も好きです。チェン、まあ、チェンチュー、ブラックジャックチェンチューはこんなところにいるわ、あ、はいはいはい、はいからさんが通る、はいはいはい、はい、ビリビーワンダー、これいつのだろうな、でもあれか、ビビーがいるから、だ、誰か誰か愛してよ、風の谷のナウシカ聞こえるかしら、チャチャ、ひずめの音、あ、あきこ先生のクリアファイル、これ初めてこの時サインもらったんですよ、なぜか、あのね、あきこ先生やっぱりこう業界になるとやっぱサインとかもらいづらくなって、秋田の漫画美術館の時に、先生って、私もらったことないんですよって言って、え、そうなのって、あ、ナウシカちゃん好き、ありがとうございます、いいよね、ふし、あ、この辺でまたね、あ、メリヘンさん、ありがとう、見に来てくれて、本当にね、まだまだ遊ぼうね。ジブリ、ジブリのね、あの猫バスかな、猫バス、あのジブリ美術館のなんかの企画の時のやつですね。可愛くないですかこれ、支えて、これもサイ、これもいいですよね、東野のアキラと光のね、はい、いいですよね。あ、はい、高橋誠先生のね、プリキュア、プリキュア、プリキュア、あ、光る懐かしい、イバラと、これはあの耳をすませばの、あ、耳をすませばの背景描いた背景の、井上直久さんのやつなんだけども、ほらこうやって井上直久さん直にやってイラストを描いていただきました。これ星を買った人からね、あのモチーフになってるやつなんですけども、かわいい、とてもさくらちゃん、ともよちゃん、さくらちゃんとっても可愛いですわ、そう、ともよちゃんやめてよ、さくらちゃんとっても可愛いね、ゆきとうさん、あ、ジブリのあの近藤義文さんの展示会に行った時の
リアファイルですね。近藤義文さんはあの耳をすませばの監督さんで47歳の若さで亡くなられたアニメーターさんなんですけども、あーよし、みんな落ち着いたかな。僕を見てるその眼差しが心の中の声を聞いてる、うん、あ、ありがとうございます。まだまだあった、埋もれてた。世界名作劇場のクリアファイル、ラン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 、シングシングヘヌヌ、ラン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 、シングシングヘヌヌ、ミルク色の夜明け、見えてくるまっすぐな道、遥か草原も一つ髪の雲があてもなくさまよい、聞こえるかしら、走っても走っても終わらない花の波、あ、フィーててありがとうございます。ハニー、白爪草の花が咲いたらさ行こう、お前なら行けるさ、トム。これかな？あー、これなんだっけ？新夜風を頬に受け、話でかけてく。ルンルン、ルルンルルンルン。秋の風がざわめ、街並み見下ろすのさ、一番高いとこで、弱虫は庭にさ、私の胸の片隅に咲いてる。あ、これセロ引きのゴーシュ、これあの高畑勲さんが監督したセロ引きのゴーシュですね。オープロダクションがやってますね。これもなかなか宮沢賢治のね、あの原作をアニメ化したやつで、これも本当にいい作品なんで、ぜひ皆さん見てください。何番宣してるんだ。見ていただけのウォルトディズニーのクリアファイル、これはいいよ、とっても好き。レッピーもランマ好き。あ、あのランマはリョウガくんが一番好き。リョウガとアカネちゃんのその絡みが好き。リョウアカのカップリングが一番燃えます。いつも夢見てた、あのラプンツェルね、あのいいんですけどね、この新人物プリンセスあんま好きじゃない。やっぱクラシックのプリンセスを差し置いて、それはなんていう、あ、これはあのです、あの、あ、そうそう、猪俣睦美先生、猪俣睦美先生っていう、ほらテイルズの藤島康介先生と猪俣睦美先生がキャラクターデザインしてる中の猪俣睦美先生の作品ね、すごい素晴らしいね。ピカチュウ、海流やトランピ、ジョンコタック、コラッタ、ズバッとギャロップ、サンタ、スメのクラゲ、パワーカラカラカラ、不思議だね、アーボ、イーブイ、ウツドン、エレブ、カビゴン、カブト、サイドン、ジュゴン、ポリゴン、ディグダ、トードリオ、ゲンガー、ドガズ、ヤヤシャーズ、臭い花、コクン、ゴースト、イワーク、人影、ラキだった、オニョルコール、レアコイル、プクリン、ゼニガメ、ニョロゾソサキント、ファイヤー、フーディン、ブーバー、ストライク、イエーイ、オリスズメ、サンド、パラセクト、フリーザ、ギャラズ、ゴルヤ、ピッピ、イシツブテ、クロダック、オムナイト、クロ、に、セーラームって2017年に行った時かな、あの、六本木かな、六本木ヒルズでやった時。ねえねえ、マモちゃん。ねえ統合政治のクリアファイル、あ、ほえーさ、これ最近のクリアカード編のさくらじゃないの。あ、私木之本さくら、中学校1年生になりました。あの声優が丹下さくらさんなんですね。さあ、ようこそ東京ディズニーランドへ。と35周年だよ、いっぱいあるよね。これ持ってた。うんばばうんばんば呼んでる、うんばばうんばんば踊ってる、あっちもこっちもたんなななななな、あの柴田亜美先生、レッピーも好きです。ガンガンはね、やっぱレッピーはガンガン子で育って、そしてジャンプに行ったって感じですね。のディズニープリンセス、魔法にかけられたのねやつね。いや、ディズニープリンセスとか、あ、こじこじとまる子の
マルコジカフェのやつ。あ、バルキリーもありました。ね。いや、ほんとほんと。あ、これもあったわ。あ、なんか結構見せてないやついっぱいあった。マハリクマハリタ、ヤンバリヤンヤンヤン。マハリクマハリタ。バビルの2世とね。いっぱい。なおどれ回れ回れメリーゴーラー、これジブリのね魔法って書きられたやつ。あ、これもあった。オルラ姫のプリンセス。伝わりました。あ、伝わりました。ありがとうございます。いや、もうこんな感じで。あ、リボンの騎士もあった。これ見せてないやついっぱいあったかわいいね。みんなちゃん、今日見に来てくれてありがとう。あ、どんぶりけダネーションアロマンチュー。そういうわけで、皆さんありがとうございます。今宵も良い日を。ありがとうございました。みんなお疲れっぴー。それじゃあみんなお仕事お疲れっぴー。宿題してね、トイレっぴしてね、おやすみ、いい夢を。じゃあ終わりますか。よーし。あ、スクショタイム。スクショタイム。スクショタイム。